なあ、ちょっと待て。おかしくないか？おかしいってのは何かだ？あのチビだよ。なんでここにいるんだ？うちのこと？ひどい！チビはチビでもお前じゃねえ。あの飛んでいる方だ。ブローチが盗まれたってのに、なんでここにいられるんだ？グランソウルならば、ウェポンから離れられないはずだ。言われてみれば確かに。当然のように私たちと一緒にいたから気づかなかったわ。お前ら、何者だ？あ、わかった！ロムは特別なグランソウルなんだよ。実はグランソウルの女王様？みたいな感じ。うんうん、すごい説得力。さすがキュイだね。んなわけねえだろ。ごめんなさい。私が何者なのか、どうしても思い出せないんです。ただ、あの子やブローチは、私と唯一共にあったもので、絶対に失ってはいけない。そんな予感がするのです。とりあえず、あいつからブローチを取り戻さなきゃね。このままじゃ何もわからないもの。わざわざグランナイツのカルシオンが奪っていくほどだ。普通のものではないのは明らかだが、なぜ奴はそれを狙ったのか。疑問は尽きないけど、考えるのは後にしよう。今はナマリエが言う通り、ブローチを取り戻すのが先決だよ。これは総長からの任務でもあるしね。ええ、でもここからは教団の管轄だわ。おとなしく私たち王国軍の騎士団を通してくれるかしら。わからない。でも何もせず引き下がるわけにはいかないよ。あの、私とロムで行ってみようと思います。皆さんにこれ以上ご迷惑をおかけするわけには。迷惑じゃないよ。困っている人を助け守る、それが騎士なんだ。だからそんなに気を使わなくていいんだよ。それに今ブローチのありかが分かりそうなのはロムしかいないわ。手伝ってもらえるのなら任務を早く遂行できそうだもの。俺はどちらでも構わん。邪魔にさえならなきゃそれでいい。ありがとうございます。できるだけ迷惑がかからないよう、私にできることを頑張ります。キムリ、じゃあ一緒に出発。おいおい、また王国軍かよ。ここから先は教団の管轄だ。何をしに来た？また？誰か先にここを通ったのか？しらを切るんじゃない。お前ら、さっきのグランナイツとグルなんだろ？いや、誤解です。俺たちはその人を追っています。どこに行ったか教えてもらえますか？なんだお前ら、内部分ですか？これだから王国軍は。こいつ。うまく説明できませんが、とにかく急いで追わねばならないのです。近くの捜索を許可していただけませんか？捜索の許可が欲しいなら司教のところに行け。どうせ許可なんてもらえやしないだろうかな。司教はどこにいるんですか？俺にどれだけ喋らせる気なんだ。情報が欲しいなら黒棒の皮を持って駐屯地に行け。手ぶらで行ってみろよ。誰も気づいてくれないぞ。女神の戸が聞いて呆れるわ。こんなに堕落しちゃって。教団の奴らは皆こうなのか。この程度じゃ満足できないわ。突撃！王国軍だと？ここで何をしている？司教に用があります。通していただけませんか？待て、ここまで来たということはパルコに会ったんだろう。まさか手ぶらなんてことはないよな？ああ、黒棒の皮は持ってきた。どれどれ。おい、これっぽっちか？パルコのやつめ、もっとうまくこき使えよな。お前ら何なんだ？ケチ臭い小遣い稼ぎをするのが女神に仕える教団の仕事か？
もちろんだ。俺たちは誠心誠意女神様に仕えている。しかし聖職者も文化的に生きるため金が必要というわけだ。お金が必要とはどういうことでしょうか。そんなこともわからないのか。信仰心というのは豊かな環境から。で、司教、その川は賄賂ですね。あなたの深い信仰心はこの豊かな環境から育まれていたと。それは司教、俺たちは王国軍の騎士団です。ここに逃げ込んだ者を探しています。捜索許可をいただけませんか。追っている者、グランナイツのことでしょうか。ええ、しかしなぜそれを。つい先ほど教団を罵った後急に去っていきました。ところでどうして王国軍がグランナイツを追うのです。それは事情はまだ説明できません。そうですか。残念ですが捜索許可は出せません。理由不明のまま王国軍を管轄内で自由にはさせられません。司教、フィゴルの群れが。こんな時に。話は終わりです。急いで迎撃準備をしましょう。スキーして。フィゴルが襲撃を。悪い子にはお仕置きしてあげないと。力を貸して。ひゃっ。みんななかなかやるじゃない。この程度じゃ満足できないわ。強い騎士を目指すなら訓練騎士訓練所はバトル。暴れていいわ。丸見えだわ。逃げてみなさい。タッ。やあ。あっちまれ。モモはみんなで浸っちゃう。期待しているわ。ひゃっ。あら、喜ぶには早いわ。これからなの。立派な騎士は初心を忘れないものだ。あなた方には大変助けられました。しかしながらそれとこれとは別です。許可は出せません。グランナイツを追う理由を教えていただけませんでしょうか。今はお話しすることができないんです。どうしてもダメでしょうか。それでは致し方ありません。お引き取りください。助けてやったっていうのにな。頭が固いやつだ。お力添えいただいたことは感謝しています。こちらは別の方法で恩返しさせていただきます。その恩返し今なさるのはいかがでしょう。フィオナ指揮官。王国は正式にこの者たちの捜索許可を要請いたします。総長承認のこの要請拒否なさるならばその旨報告いたします。確かにここは王国の土地です。ですが王国と教団間の不可侵誓約はご存知のはず。
よって王国側の総長の要請に従う義務はありません。合に従えというわけですね。であれば女神の教理に基づき決闘するしかありませんね。それはどういう。1、力を持つ者に従え。2、苦難に屈するな。要となるこの2つの教理、あなたもご存知のはずです。武力であなた方に勝てば、あなたは最初の教理に従わざるを得ない。そしてこの決闘を断るのであれば、2つ目の教理に従って。もう結構です。致し方ありませんね。女神様の教理を説得の材料に使うとは。捜索許可書を用意いたしましょう。その間あちらでお待ちください。指揮官、ありがとうございます。ところでどうしてこちらに。この絵隊長にムムの異常現象について報告したとき任務を受けた。君たちが困っているとき助けてやってほしいとね。その後教団の管轄地に向かったという情報を得た。なかなか許可が下りないだろうから、こうして来てみたわけだ。なぜ女神の教理にそんなに詳しいので。普通教団にまさか教理で説得するなんて思わないだろう。勝利のためには敵を知れ、これは常識だ。君たちも知識をつけるといい。なるほど、勉強になります。それにしてもグランナイツがなぜあんなことを。皆の憧れである存在なだけに残念でならない。俺もです。目の前であんなことを見せられて、もう何が何だか。そうだ、総長の容態はどうですか。あ、幸い傷は深くなかったようだ。戦争で負った古傷がたたって、攻撃を受け止めきれなかったとか。不幸中の幸いですね。ご無事で何よりです。この絵隊長も察しておられたのか。伝言を扱っている。こちらは心配するな。カルシオン追跡に集中せよ。そして彼とは直接交戦するな。直接交戦するなですか。どうしてでしょう。彼の目的が何であれ、腐っても元グランナイツ。対して君たちは見習いの騎士団。君たちに賞賛があるとでも。それはそんなもんやってみねえと分かんねえだろう。伝説のグランナイツと勝負になるものなどそうはいない。できるだけ彼との直接交戦は避けるように。ですが戦闘は避けられないと思います。元グランナイツと戦えるなんて面白いじゃねえか。お待たせいたしました。捜索許可証は机の上に。それがあればこの一帯は自由に捜索できるでしょう。あとは次の駐屯地にいるリーヤさんにこの手紙を。ことのついでで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。マンドラゴラの葉を持っていけば話しやすいでしょう。リーヤさんに必要なものですからね。お力にもついでに頼んでくるなんて、ちゃっかりしてるわね。暴れていいわ。待て、ここから先は外部の人は入れない。ベイル司教から捜索許可証をいただいています。あとこちらを。マンドラゴラの葉。はい、あと手紙もお預かりしています。手紙。
司教が許可を出されたなら、私に止める権利はない。他に必要なものは？カルシオンを探してるの、なんか知らない？カルシオン、知らないのだ。しかし、紫色の長髪の男のことなら、フィゴルの森へ向かった。そうそう、そいつ！でも、なんですぐに分かったの？ここは、外部の者が来るような場所ではない。だから、誰かを探しているなら、その男だと思った。加えて、フィゴルが暴れる森に、あえて入る者はそういない。ところで、その男を追いかけるつもり？はい、そうです。ならば、戻ったら経緯を報告してほしい。管轄内で起きたことは、全部把握しておきたい。わかりました。そのくらいでしたら。助かる。まずは、フィゴルを片付けた方が、捜索しやすい。捜索許可証は返しておく。女神様の祝福がありますよ。妙に好意的ね。なんだ、優しい冗談兵もいるんだね。まだ安心できねえ。ここで二手に分かれよう。フィゴルの森に向かったが、方向を変えた可能性もある。君たちはこのままフィゴルの森方面へ進んでくれ。指揮官、一人で大丈夫ですか？見習い騎士団が指揮官の心配をしている場合か。捜索が終わったらここで落ち合おう。わかりました。ロム、何か感じるか？力を貸して。ヒャッ、この近くだよ。丸見えだわ。ヒャッハッ。絶好調よ。やっつけちゃって。俺はフィゴルの群れか。逃げてみます。名前の通り本当にフィゴルだらけの森だわ。お前らの相手してる時間なんてねえよ。期待しているわ。俺を追ってここまで来たのか。ブローチを返してもらうぞ。無知なひよっこどもが。何が言いたい。見たろ、 お前らごときには扱えん。うるさい、ぶっ飛ばしてやる。やっつけちゃって。逃げてみなさい。まだ遊んでほしいのか。ヒャッ、これを食らっても動けるかな。呼んだか、弟子よ。何を言ってるんだか。丸見えだわ。お遊びはここまでだ。お次は地下霊廟かな。お前は元グランナイスだろ。なぜ？さあね。グランロードに対して恥ずかしくないのか。まったく裏切り者が。じゃあな、ひよっこども。どこに行った？カルシオン、どこに隠れやがった、この卑怯者。どうしよう、ブローチのオーラが弱くなっていくよ。おい、しっかりしろよ。さっさと感知して追っかけねえと。頑張ってるもん。でも私の感知より逃げるのが早すぎて。あ、みんなごめん、
何も感じなくなっちゃった。マジかよ、もう逃げられたっていうのか。おい、ブローチのオーラとか全部嘘だったんじゃねえのか。ごめんなさい。カルト、お前もここまでのロムの働きは疑いようがないはずだ。そして元グランナイツは伊達ではなかったということだろう。それに今一番焦っているのはセリアードたちだ。ふん、俺ばっかり悪者扱いかよ。無事でよかった。カルシオンは見つかったのか。それがついさっき目の前で逃がしてしまいました。彼は動向が読めないグランナイツとしても有名だった。無理もないだろう。それはさておき、彼と交戦したのか。その伝言を忘れていたわけではないんですが、敵を目の前にして戦わないわけにはいかず。もう結構。最初から従うとは思っていなかった。しかし次も生き残れるとは限らない。だから交戦は避けろ。はい、申し訳ありません。指揮官の方の守備はいかがでしたか。残念ながらこっちもこれといった収穫はない。しかしついさっき逃がしたのだろう。彼とてそう遠くまでは逃げられないはずだ。私は竜の丘に登って探してみる。あたりを一望できるからな。では俺たちはこの周辺で手がかりを調べてみます。頼んだぞ。絶対に交戦は避けろという言葉も忘れるなよ。信頼できる仲。九段の男は見つけたか。ええ、見つけましたが逃げられてしまいました。ひょっとしてここを通っていませんか。いいや、フィゴル以外は何も。ところでなぜ逃がした。戦いの最中に逃げてしまい追えませんでした。戦いの最中。君たちはあの男が逃げるほどの実力者なのか。いえ、そういうわけでは。しかしなぜ逃げたのかは分かりません。そうか、分かった。報告ありがとう。こちらこそ捜索を許可いただきありがとうございました。では。待って、装備管理人が話したいことがあるらしい。一度寄ってくれるだろうか。俺に任せて。飛行らと同じ道を歩めるのは光栄だよ。やあ、君たちがラグナデアから来た騎士団か。ああ、俺たちに何の用だ。友人のラタンからいろいろ聞いてたから会ってみたくてな。さすが騎士団、ピカピカにグランウェポンを磨いているな。ラタン？へえ、あのラタンの友人？あんな奴にも友人がいたのか。カルトにもうちらがいるんだから、ラタンにもいると思うよ。おい、それってどういう。今の装備、ラタンに手入れしてもらっているのか、ちょっと見せてもらってもいいか。ラタンの奴、また装備の鍛錬を忘れたか。鍛えれば、もっといい装備になるのにな。なあ、ちょっと俺に装備の手入れを任せてくれないか。ラタンよりすごい鍛冶屋だぞ、俺は。お前、教団兵だよな。ラタンの友人だとしても信用できねえぞ。まあ待て、俺は教団兵である以前に鍛冶屋だ。仕事で手は抜かないし、変なこともしないぜ。わかった、じゃあうちのを先に見てよ。あとこれってただヘトシから教えてもらった方法試してみようよ。装備だから火事かな。おお、正解。今日あと極超越は同じようなことでもやってみる。強化するには精霊
おお、グランウェポンが強くなった。ケトスから材料を預け。あー、お腹すいた。俺の番かな。そこの騎士団たちよ、ちょっといいかい。私たちのことでしょうか。そうそう、あんたらが興味を持ちそうなものを手に入れたんだよ。興味を持ちそうなものね。でも今あんたに付き合ってる暇は。単刀直入に言おう。ベイル司教がリーヤさんに送った手紙の内容、気にならないか。いえ、特には。まあまあ、そう言うなって。なんと、あんたらに関する内容が書いてあるんだ。私たちの？どんな内容でしょう？なあ？やっぱり気になるだろう？フィゴル隊長を倒したら、手紙の中身を教えてやるよ。なんだか、うまく言いくるめられた気がするわね。ごめんなさい。私が興味を持ってしまったから。仕方ねえ、さっさと片付けて聞き出すぞ。へえ、ちょっとは優しくなったじゃない。うるせえな。期待しているわ。逃げてみなさい。俺を信じて。見せてやる。敵の出番。さあ行こうか。俺は英雄になるんだ。腕前で、あんたらに頼んでよかったよ。私一人じゃ到底無理だった。手紙を見せていただけますか。あ、そうだそうだ、手紙。ほらよ、リーヤさんが火に投げたのを私が持ってきたんだ。呆れたわ、火に投げたものをなんでわざわざ。どこかで使えると思って。約束通り手紙を渡したんだから理由はいいだろう。この手紙、私たちに見せていいの？まあまあ、お互い需要が合致しただけって考えようぜ。フィゴル隊長の討伐で私は褒めちぎられるだろうし。ひゃっ。ほら、早く受け取って行ってくれ。誰かに見られちまう前にな。わかりました。指示。王国軍をとりあえずは手伝うこと、そしてカルシオンについて報告せ。とりあえずは手伝うこと。妙に協力的だったのはこのせいか。でも大した内容じゃなさそうだが。とりあえずはというのが気になるわね。いつでも裏切る準備ができているとも解釈できるし。何かを隠しているのでしょうか。それにカルシオンに関する報告もするようにと。だからあの人、状況を教えてほしいって言ってたのかもね。ベイルに報告するために。何がどうあれ後味が悪いのは確かだ。なんだかもてあそばれている気がするな。あれ、ロム、どうしたの。ブローチのオーラだよ、今近くに。こうしてる場合じゃないわね。行きましょう。おい、今回のは確かなのか。ふーん、私の勘はいつも正確だもん。
モンスターのせいで集中できてないだけだもん。そうかよ。行くぞ。負けない。あれ、展望台あたりでオーラが途切れちゃった。危なかった。あの方じゃなければ今頃私は。今頃私は。何かあったの？なんだお前ら。独り言を盗み聞きするなんて、なんて趣味の悪い奴らだ。おいおい、ずいぶん大きな独り言だな。それより何が危なかったんだ？展望台から落ちそうになった私を素敵なお方が助けてくださったんだ。その人どんな外見だったの？紫の長髪に可憐で素早い動き、まるで歴史書のグランナイツの騎士様みたいだった。それってカルシ…そんな素敵なお方が、もしかして私の憧れの方？どこにいらっしゃるかご存じなくて。なんでお前らに命の恩人の居場所を教えなければいけないんだ。それにあの方は俺のことは内緒にしてほしいと。やっぱりあの方は最近とっても評判の騎士さんなんです。ひょっとしてあの方の名声をご存知ありませんか？ここでずっと過ごしていたから、そういう情報には疎くて。そんな高名なお方だったのか。私はなんて失礼を。どうしてもサインが欲しくて。あなたのお礼伝えますから、どこに行ったかだけでも教えていただけませんか？次は頭を守れるようヘルメットを用意しようとしていた。ヘルメットに使えるものを集めてきてくれるなら考えておく。ナマリエ、今のはとても素晴らしい演技でした。そんな素敵なお方がだとよ。忘れなさい。信頼できる仲間が一番の宝物だね。最高の組み合わせだ。準備はもう終わってるわ。気に入ったわ。足を引っ忘れ物はないか。準備完了。役に立ちたい。準備できました。任務。俺は背中はできるだけ前方は俺に任せてくれ。これでいかがでしょう。おお、これは丈夫そうだ。落ちそうになってなければこんないい案出てこなかったかも。はいはい、よかったですね。さて、どこに行ったか教えていただけますか？あの方は竜の丘の方へ向かわれた。鳥のように優雅に飛び立ち着地されるあの姿は、あは。竜の丘というとフィオナ指揮官のいるところだ。なら指揮官は何かしら情報をお持ちかもしれん。伊沢、あの方に会ったらさっきのお礼絶対伝えてくれよ。指揮官は何か手がかりを見つけたのかな。そうだといいのです。あなたの力になりたい。心の準備はできています。任務、いつ出かける？キラキラだね。私にでき、自分の命頑張ります。おい、
何か感じないのか。うん、焦らせないでよ。今頑張ってるんだから。グランナイツのカルシオン様だったぜ。きっと助けに来てくださったんだ。本物をお目にかかれるなんて。今の話何？君たちがここに来たということはだ、カルシオンが現れたという話を聞いたんだな。はい、竜の丘の方へ向かったと聞いたのですぐに駆けつけました。彼は今どこにいますか？去っていったよ。今副官に追わせている。私も向かいたかったが、兵士の動揺を見てここに残ることにした。それに今モンスターが。グランナイツを見たと喜んでいた兵士たち、やはり聞き間違いではなかったんですね。彼らはまだカルシオンが味方だと思っている。だから喜んでいるのだろう。副官はどちらへ？ゴブリンの村だ。兵士も数人一緒に行かせた。そうだ、これを持っていくといい。何かの役に立つかもしれん。兵士たちのために私がまとめた日誌だ。少しでも役に立つと嬉しいのだが。こんな素敵なものを。ありがとうございます。カルシオンが見つかることを祈っているよ。ゴブリンの村はこっちね。ここにもモンスターが。倒しながら進むとしよう。力を貸して。ふっ、隠れて逃げすん。ゴブリンの奴ら迎え撃て。期待しているわ。あいつら苦戦しているな。君のためなら。どうもありがとう。手伝おう。騎士団の方々ですか？お力添えいただきありがとうございます。いや、間に合ってよかった。ところで副官を知らないか？レオナ副官のことですね。副官ならゴブリンの村の奥へ向かわれました。何度も呼び止めたのですが、何かを追いかけるように。一人でか？そうです、我々も後を追おうとしたらゴブリンたちの邪魔が。ズーズーしいのは承知でお願いします。副官を助けていただけませんか？副官は我々なんかよりもお強いです。ただ一人で行かれたのがどうしても気がかりで。ああ、俺たちに任せてくれ。こちら側に人が現れないか監視してくれると助かる。レオナ副官は無事なのだろうか？ねえねえ、これが罠だったらどうしよう。罠だったとしても放っておけないよ。そうよ、みんな自分の身は自分で守りなさい。誰かが倒れています。ゴブリンを倒して助けよう。簡単すぎるわ。ひゃっ、ふっ、ひっ。大丈夫か？
気がつきましたか。あなたたちは王国軍騎士団です。俺の声が聞こえますか。騎士団、ありがとう。また気を失ったようです。傷が深そうだ。安全なところへ運ぼう。目が覚めるまで周りを片付けておこう。ゴブリンを倒さないと出られなさそうだ。逃げてみなさい、ご感想。もう少しです。丸見えだわ。私は対象。背中は私に任せなさい。準備万端よ。あなたの力になりたいです。いつでも戦えます。準備終わっ。俺に任せて、いつでも行けるぞ。任務はできるだけ早く済ませろ。気に入った。気がつきましたか。はあ、騎士団でしたね。指揮官から話は聞いています。このような深でゴブリンの仕業ではなさそうですね。カルシオン、奴の罠にまんまた。私はおびき寄せられ、奴から一撃を。まだ無理なさらない方が。大丈夫です。あのグランナイツがどうして。私の憧れだったのに。どちらへ向かったか覚えていらっしゃいますか。地下の、地下霊廟の方です。聞きたいことたくさんあったのに、このまま逃すわけには。傷口に触ってしまいます。どうか安静に。こんな姿お姉ちゃんに、指揮官にお見せできない。早く安全なところへ連れて行こう。そういえばお姉ちゃんってのはもしかして指揮官のことか。はい、簡単すぎるね。リオの指揮官のことです。私の循環であり姉。そういえば似ているわね。大丈夫ですか。大した傷ではない。副官を助けてくださりありがとうございます。私ともあろうものが油断してしまうとはな。お前たちの前でこんな姿を見せてしまうなど面目が立たん。皆さん、私に構わず早く奴を追ってください。急げばまだ間に合うはずです。わかりました。副官はここで安静になさっていてください。部下の前だと威厳ある上官なのね。弱い姿を見せたくないようでした。私たちの騎士団にもいるわね、そういうやつ。いるいる。お前らなんで俺を見るんだよ。自覚してるんじゃなかった？助けてくれ。みんな行くぞ。本当に助かったよ。私ももう少しで亡者の仲間入りをするところだった。これはどうなっているの。私にもよくわからないが、泣き殻が急に動き出したんだ。中には昨日埋葬したものまで。ここは英雄と称えられた者たちが眠る場所。そんな人たちが骨だけの姿で蘇るなんて、管理人の私としてはとても複雑な気持ちだ。弔いに来たのなら今日はもう帰った方がいいぞ。俺たちは人を追ってここに来た。いくつか質問をしても。
すまないが、彼らを再び安らかに眠らせてやってくれないか。その後でよければ誠心誠意答えよう。そうだな。エスプロジェンの英雄たちをこのままにできない。ここで待っててくれ。ひゃっ、呼んだか弟子よ。何を言ってるんだか。やっつけちゃって。ひゃっ、簡単すぎるわ。ふっ、俺は英雄になる。準備はもう終わってるわ。俺についてこい。うちと行く人出ておいで。任務はまだか。役に立ちたい。弾は十分だわ。どう？似合ってるかしら。役に立ちたい。心強いです。うちと行く人、うちにぴったり。準備はできてる。これでよし。準備はできてるぞ。うん、足を引っ張るなよ。使えそうだな。準備はもう終わってるわ。無茶な頼み事を聞いてくれて助かった。で、質問は何だ？ここを通ったか、訪れた人はいなかったか？弔いに来る人はたまに。ああ、そういえば、さっきとても珍しいお方。なんと、グランナイツがいらっしゃったんだ。グランナイツのノヒルリア様がここで眠られて初めてだ。ひょっとして、そのグランナイツってカルシオンのこと？ああ、そうだ。カルシオン様だ。あの方を追っているのか？いや、追っているというより尊敬していてね。ぜひ会ってみたいんだ。そうか。霊廟まで出向くとはな。まあ、カルシロン様は入られたばかりだ。今追えば会えると思う。だが、気をつけてくれよ。中でも英雄が蘇っているかもしれない。もし見つけたら、安らかに眠らせてくれると助かる。この近くのはずだが、いらねえ。面倒なことになったな。久しぶりだな。なあ、ブローチのオーラでこの辺りが満たされてるよ。正確な位置を探すにはちょっと時間がかかりそう。力を貸して。では待っている間、彼らに永遠の安寧。英雄たちを誰かが蘇らせているんだとしたら、なぜこんなこと。ラス、こんなことを聞いてもいいかわからないですけれど、どうしてここに？そうそう、日当たりのいい公園とかじゃダメなの？ここは暗すぎるよ。俺も昔カルリッツに聞いてみたことがあるよ。英雄たちをそんな暗いところで眠らせるべきなのかって。そうしたらカルリッツは、平和な時代に英雄はいない、英雄は争いや苦難の中から生まれる存在、お前の大好きなグランロード、レオンもそうだ、黒き竜の戦争を経て英雄となったと言ったんだ。英雄という名の光の裏には、争いという名の影があるってことよ。光と影は表裏一体だもの。この地には争いの痛みを忘れてはならないという意図が伺える。だから光も影もあるこの霊廟を作ったと。そういうことだったんですね。皆さんお詳しいですね。騎士団試験に出たんだよ。ああ、話終わった？ロム、もしかして聞いてなかった？ううん、聞いてたよ。もう終わったのかな、なんて。そうそう、行こうよ。
にも聞こうよ。大変じゃ。聖水をまかなければ。すいません、近くをグランナイツが通りませんでしたか。グランナイツ、誰だそりゃ。紫色の長い髪の毛の男の人。男で長い髪だと。まったく最近の若いもんはなんかムカつくな。待てよ、見たような気もするんだが。どちらに向かったか覚えていますか。まだ今日の仕事が終わっていなくてな。手伝ってくれれば奴の場所を教えてやろうか。どうだ。その仕事ってなんだよ。祝福が宿る聖水を墓に巻き、祈りを捧げる一連の仕事だ。だがその仕事の最中、英雄様が目覚めてしまったのだ。で、まだその聖水を負けてねえってことだな。ああ、そうだ。この聖水を巻き、英雄様のために祈りを捧げてくれ。墓が並ぶ方を重点的に頼む。死した英雄たちに祝福がもたらされますように。もう一度安らかな眠りを。力を貸して。祈りを捧げよう。手洗い方法で。すいません。丸見えだわ。簡単すぎるわ。安らかに。こんなに英雄いっぱいいるの。呼んだか弟子よ。何を言ってるんだか。逃げてみなさい。ひゃっ。ブローチのオーラ。ぐずぐずするのが嫌いよ。どう？に私にできることならこれなら安心です。うちと一緒に恋の準備完了。俺に任せて、いつでも行ける。前方は俺に任せてくれ。なかなかだ。いつでも行けるぞ。悪くない。自分の命は自分で守る。すっごく強い。近いかも。ロム、案内はできそう？もちろんだよ。ついてきて。この近くだよ。こんな姿になっちまって。なあノヒルリア。どうしよう。ちょうどいいひよっこども。あいつは正真正銘の英雄だ。沈めてみろよ。
暴れていいわ。これは逃げてない。グランナイツのノヒルギア。歴史の本で見たことある。やっつけちゃって。自分のせいで攻撃が通らない。こういうの私得意。兵士たちは黒き竜はだな。キリがない。レオン様、行ってください。ここは俺が。女神とエスプロジェンに栄光あれ。あなたの犠牲無駄ではありませんでした。それはよかった。黒き竜は倒されました。すごい爆発だったね。セリアド、今のは。突然ノヒルリアの記憶が流れ込んできました。戦いの記憶、そしてノヒルリアの感情。仲間たちより先に散った自分への怒り、悲しみ、その全てが。セリアド、でもセリアードがそれを知って慰めたからノヒルリアの魂は安らぎを得たと思うよ。そうだといいな。へえ、不思議な能力ね。グランウェポンの能力でもなさそうだし。キュイ、あんな魔法知ってる？ああ、あんなの初めてだよ。ねね、セリアード、うちにも教えて。教えてあげたいのだけれど、これは魔法じゃないのかも。ただ自然に何かが流れ込む感覚で。うーん、残念。うちにもその能力があればな。いろんな人のへそくりのありか全部わかっちゃうのに。は、わかったらキュイに教えるよ。分け前は半分でどうかな。は、半分？ちょっと待ってね。あんたたちね。またもカルシオンを逃がしてしまったな。これからなのよ。おい、ちょっと待ってくれ。お、さっきのじいちゃんか。あんたたちのおかげで仕事が全部終わってな。お礼をしに来たぞ。お礼？何かな何かな。お金だといいな。長い髪の男を探しているそうだな。さっきここを通って外に出て行ったのを見た。クソ、もう外に逃げたのか。情報感謝します。こちらこそ助かった。女神の祝福があらんことを。あの英雄たちはブローチの力で蘇らされたの。ノヒルリアもまたその影響で起きてしまったのかな。そもそもノヒルリア様の蘇生が主目的とも考えられるかもね。ああ、皆さん。服か。もう動いて大丈夫なんですか。はい、皆さんのおかげです。助けていただいた分精一杯手伝わせていただきます。副官に手伝ってもらえるなんて心強いです。なあ、カルシオンを見てないか。今さっき地下霊廟から出たらしいんだが。実は対面しました。私を見て生きてたか、しぶとくて何よりだと軽口まで叩いて。あいつどこに向かったんですか。すぐに追わないと。オーク遺跡で待つとも言っていました。おそらく後を追ってくる皆様に向けてのものでしょう。ふん、堂々とおびき寄せやがって。
招待されたからには行くしかないわね。罠だったとしてもうちのリーダーは諦めないだろうし。しかし、オーク遺跡も教団の管轄です。簡単に通してくれるのでしょうか。私たち離着陸場で捜索許可証をもらっていたわね。使わない手はないと思わない？あ、そうだな。その手で行こう。皆さんは本当にお姉ちゃん、いえ、指揮官が言っていた通り、私が遺跡までご案内します。誰か助けてくれ。暴れていいわ。教団兵が蜘蛛の巣に。君のためなら。どうもありがとう。最悪だ。教団兵ですが、助けるおつもりですか？はい、困ってる人は見過ごせませんから。さすがですね。聞いていた通り、正義感にあふれる方々です。あちらの安全な場所へ連れて行きましょう。ちょうど良さそうなところがある。おい、大丈夫か？すまない、助か。お前ら王国軍か？こんなところになぜ王国軍がいる？何の用だというのだ？この遺跡に用がある。王国軍は遺跡への立ち入り許可を要請する。遺跡への立ち入りだと？オークだらけの捨てられた遺跡だぞ。そんなところに何の用だ？エスプロジン法令第3条6項、王国軍は教団へ任務の目的を明かす義務は。待ってくれ。私は末端の教団兵だ。そんなことを言われてもそもそも権限がない。許可ならあちらのキャンプにいらっしゃる司祭に取ってくれ。俺にできることはここまでだ。あの教団兵、態度だけは大物ね。あんな法令があったなんて俺は全く知りませんでした。そんな法令ありませんよ。とっさに法令を作ったんですか？あなたがここを指揮する司祭ですか？なんだお前ら、教団兵じゃない者がなぜここにいる？勝手に入るな、出て行け。俺たちは王国軍騎士団です。どうか遺跡への立ち入り許可をいただけませんか？王国軍だと？不可侵をこうもやすやすと破るのが王国か。舐められたものだな。舐めてなどいない。重要任務だ。教団側の捜索許可証もある。貴殿の不遜な態度は許可をもらえれば不問にしよう。本当にベイル様の署名があるのか？しかしここの指揮権はこの俺にある。そうですか。しかしだ、遺跡を徘徊しているオークが見えるか？最近凶暴になってな。あれを全部片付けたらここで何しても見逃してもいいかもな。まあ俺たちが手を焼くほどだ。お前らにできるとは思えんがな。わかりました。今の言葉絶対守っていただきますので。あいつ舐めやがって。うちらの力見せてやるもんね。ここはどうしてこんなにオークが多いのでしょう？オークの皆さんの実力を疑っているわけではありません。しかしこのオークの数、一晩かけても殲滅は難しいでしょう。何かいい方法はあるのでしょうか？指揮官に支援を要請するのはどうでしょう？皆さんはオークを倒しながらカルシオンの痕跡を探すと。あとは指揮官から聞いたと思います。できるだけ正面衝突は避けていただいて。いえ、ここまで追ってきた以上、絶対に引き下がれません。ああ、また逃げられるような真似はしたくねえ。今のは指揮官の意見で、実は私も皆さんと同意見です。
皆さんを応援しています。はい、ありがとうございます。セリアード、大丈夫か？セリアード、顔色が悪いけど、本当に大丈夫？実は、幻を。幻？うん。恐ろしくて巨大なオークが暴れて、私の足元には、たくさんの兵士の遺体が。なんともおぞましい幻だな。無理しない方がいい。ここで少し休んでいこう。うん、休んでいられないよ。もう迷惑はかけたくない。みんなが私のブローチを取り戻すために頑張ってくれているもの。私は記憶を覚えてなくて今もわからないけれど、みんなへの感謝や敬意は絶対に忘れないよ。フィリアードの言う通り、私ももっと頑張っちゃうもん。ふっ、悪かねえな。うん、絶対この近くだよ。逃げて。オークを倒しながら調べよう。共同兵が。奴も負傷している。大丈夫か？ありがとうございます。噂通り王国の騎士団は人を見捨てないのですね。オークどもにやられたのか？はい、お恥ずかしながら僕とてオーク程度は倒せていたのですが、ある日を境に凶暴に。俺たちに言い訳されてもな。近くで長い髪の男を見なかったか？長い髪の男？さあ、僕は司祭の命令でアロマを焚きに来ただけで。アロマ？なんでそんなものを？わかりません。僕は何も。ただ命令を遂行していただけで。ふん。で、そのアロマはどこにあるの？遺跡の各所です。ですが、正確にどこに何箇所あるかは。ひょっとして、なんだけど。そのアロマが原因でオークが凶暴になったんじゃない？そんなことは。でも否定はできません。オークの凶暴化とアロマね。無関係ではなさそうだわ。とりあえずアロマは全部消しておくわ。でも司祭が知ったら。あんたね、この状況下でまだそんなこと言うの？すみません。しかし今回はカルシオンの痕跡が見つからないな。あの野郎、ちょこまかと逃げやがって。幻よりは小さい。期待している。簡単すぎる。あいつを倒したらアロマを少し持ち帰りましょうか。この程度じゃ満足できないわ。あれ、あの人。おいおい、ここの指揮権は俺だって言っているだろう。あの許可証があっても認めんぞ。オークを全部倒したらあなたはどうするって言った？教団は約束を守らぬ人間ばかりだというのか？俺は何をしても見逃してもいいかもなと言ったのだ。許可を出した覚えもこれから出す予定もないぞ。
あなた、元から約束を守る気なんて。レオナ、そこまでだ。教団と戦いに来たわけではない。我々の目的は、オーク討伐支援だろう。とにかくここは王国軍がいるべきではない。俺が上に報告する前にさっさと出ていくんだな。指揮官。あ、君たちか。成り行きはレオナから聞いた。今回も教団の許可が下りなかったか。俺たちのせいでご迷惑をおかけしました。何か手伝えることはありませんか。いや、気にすることはないだろう。王国と教団については今に始まったことではない。それよりカルシオン追跡の件はどうだ。それが遺跡内を半分以上調べたのですが、手がかりは見つかっていません。ただ気になるものがありまして、これを。これは教団が遺跡のあちこちに焚いていたアロマです。念のため少し持ってきました。これはなんだか懐かしい香り。どこかで嗅いだことがあるような気がするな。ある教団兵によると、このアロマが多く凶暴化の原因かもしれないということです。うん、アロマについては私に調べさせてくれないか。ええ、もちろんです。だいぶ時間を奪ってしまったようだ。ここは私たちに任せ、君たちはカルシオン追跡を続けてくれ。でも俺たちのせいで指揮官たちが。いや、竜の丘ではあまり手伝えなかったからな。少しでも役に立ちたい。ありがとうございます。今度こそあいつを逃がしません。ああ、これ以上戦うなと言ってもどうせ効かないだろう。しかし今後も必ず生きて再会するように。せめてオーク討伐の手伝いくらいはさせてもらうか。ああ、そもそもあいつら邪魔だしな。好きにして。ふっ、簡単すぎるわ。隠れてみなさい。誰か助けて。今の声聞こえた？君のためなら。どうもありがとう。とりあえず、ああ、ありがとうございます。あなたもオークに襲われたのか。いつもの道を見回っていたら突然オークの群れが。とにかく助けてくださってありがとうございます。ずっとここに隠れていましたが、そんな人は見ていません。もう、あいつどこに行ったの？あの、すみませんが、ハウラーもお願いできませんか？奴ら鼻が利くので、なかなか逃げさせてくれないんです。そりゃ聞いてやれねえな。そっちの司祭様が王国軍と対峙中でね。そうそう、さっさと出て行け！なんて言っちゃってさ。司祭は私が何としても説得してみます。ハウラーを倒していただければ。はぁ、本当？約束できるの？はい、女神様の皆にかけてお約束します。お前たちの司祭様のような嘘をついたらただじゃおかねえぞ。力を貸して。丸見えだわ。はっ、ブローチのオーラだよ。どっちだ。あっち。また怪しい奴らが。そこをどけ。お前に用はねえよ。俺を襲った奴の味方か。ウガルを目覚めさせてどうするつもりだ。なるほど、この先にウガルが封印されているのか。グランナイツが何人もかかって封印したやつだ。
お前らごときが制御できるやつじゃない。ウガルーなんてどうでもいい。この先にいるお前を攻撃したやつに用がある。だからそこをどけ。背中は私に任せなさい。準備万端よ。頑張ります。これなら安心ですね。うちに、ま、今日はどんな任務が、ま、最高の前方いつでも行けるぞ。自分の命は自分で守る。うん、話って何？聞いて時間の無駄だったら怒るからね。俺の番かな？もうほっといてくれる。また怪しい奴らが。そこをどけ。お前に用はねえよ。俺を襲った奴の味方か？ウガルを目覚めさせてどうするつもりだ？なるほど、この先にウガルが封印されているのか。グランナイツが何人もかかって封印した奴だ。お前らごときが制御できるやつじゃない。ウガルーなんてどうでもいい。この先にいるお前を攻撃したやつに用がある。だからそこをどけ。待て、カルシオ。根性だけは認めてやるよ。こいつ元はまさか。みんな止まれ。そうか、ここはウガルーを封印した場所か。キーストーンの力で目覚めたようだ。ブローチが。わざわざ大きい、怖い。でもどんな敵、これを全部削るとブレイクが発動するとモンスター、これはモンスターの弱点属性。早くブレイクが見てみて。簡単すぎるわ。相当硬いぞ。私が貫き、期待しているわ。逃げてみなさい。みんなに力を。遠くまで行ってしまったか。今回は手がかりすらもわからん。セリアード、ごめん、またブローチを取り戻せなくて。
シェリアード。みんな本当にありがとう。どうしちゃったの？何がありがとうだよ。まだ何にもしてねえ。そうそう、まだブローチを取り返せてないんだよ。セリアド、大丈夫か？私は大丈夫。私のブローチを取り戻すためにここまで、とても感謝しています。だから謝らないでください。私はひとときでも皆さんと一緒に過ごせてよかったです。ふふん、あなたたちも私たちのおかげで楽しかったでしょ。おいお前、話の腰を、って何言ってんだ。では本当にありがとうございました。皆さんのこと絶対に絶対に忘れません。え、どういうこと？この先は私とロマでブローチを探そうと二人で決めました。これ以上皆さんを危ない目に遭わせられない。待ってくれ、まだ記憶が戻ってないんだよね。そんな状態で、いや、そうでなくてもこのまま放っておけないよ。俺たちとラグナデアに戻ってから考えないか。ラスの言う通りだ。これからどうするか一緒に考えるのも悪くないはずだ。考える時間はあるはずだわ。おそらくだけど。このまま一緒に行こうよ。ロムがいないとまたうちが一番身長低くなっちゃうもん。へっ、そういう理由で。おい、今更すぎんだろ。ここまで来たんだ、水臭いこと言ってないで関わらせろ。でもちょっとだけ考えさせてください。みんな無事か？指揮官、副官、カルシオンを完全に逃がしてしまいました。あんなに協力してくださったのに面目ありません。そうか、完全に逃げられたか。初めからそうすればいいもの。自分から居場所を教えたこともあり、どうにも引っかかるな。気のせいかもしれませんが、あいつどこか楽しそうでした。私たちのことをいつでも倒せそうなのに逃げるばかりで。うちらは全然楽しくなかったけど。カルシオンが私を攻撃した時も殺すつもりではないようでした。もしかして本当にただ皆さんを翻弄するために？こっちはこんなに真剣なのに嫌なやつ。ところで教団とはどうなりましたか？皆さんに助けられたという教団兵が司祭を必死に説得しました。それも一人だけではなく、同じ境遇の教団兵が後を絶たず、結局司祭も押し切られる形で黙認したようです。へえ、あの教団兵、女神様の名にかけてを本当にやったのね。教団が女神の名にかけて誓うことの意味、きっと重い意味があるのでしょう。なんとかなったようで安心しました。しかし俺たちは任務を失敗してしまいました。カルリッツもラインヒルト様も俺たちを信じて待っているはずなのに。落ち込むな、最善を尽くしたんだろ。それに見習い騎士団があのグランナイツを追い込んだんだ。カルリッツ様が誰よりもご存知のはずだ。さあラグナデアに戻って報告を急ごう。はい、ありがとうございます。悪い、遅くなったな。何せひよっこどもがピヨピヨうるさくてな。キーストーンはちゃんと持ってきたぜ。ご苦労だったカルシオン、これで足りたのか？まだだな、あともう少しだ。